日本の航空自衛隊も調達を進めている F-35 ライトニング2のウェポン米に、現時点で唯一搭載可能な追艦対地巡航ミサイルが JSM が新工場稼働開始で量産開始との情報をキャッチしました。今回は日本自衛隊も調達を進めている JSM ステルス巡航ミサイルがなぜ人気なのかを詳しく見ていきますね。日本は F-35 戦闘機の導入数はアメリカに次ぐ機体数を保有する方針。離島防衛にはこのウェポンウェイに格納可能な JSM が必要ですよね。中国もビビる。2022年2月に正規したロシアによるウクライナ侵攻を受けて、それまで NATO には未加盟であったフィンランドが2023年4月、スウェーデンが2024年3月に加盟することが承認され、北欧の3カ国は全て NATO 加盟国となった。そうした北欧3国の中でも、最も西に位置しているノルウェーは、これらフィンランドやスウェーデンと異なり、第二次世界大戦終結後の1949年8月に NATO 加盟を行っており、最初期からの加盟国である。そんなノルウェーにおいて、同国政府が直接の所有者となっている企業体がコングスベルググループであり、その傘下にコングスベルグディフェンス&エアロスペース AS 社が存在している状態である。コングスベルグディフェンス&エアロスペース AS 社は、その創設は、実に、1814年という歴史と伝統を持った企業で、軍需関連と宇宙関連の2つの事業を中心とした業務を手掛けており、今は特に前者に関心が寄せられている。というのも、コングスベルグディフェンス&エアロスペース AS 社の軍需関連部門は、水上戦闘艦に搭載する射撃管制システムや、防空システムの関連機器等をリリースしており、自国以外の西側諸国の軍でも採用されているためだ。そんなコングスベルグディフェンス&エアロスペース AS 社であるが、自社の本社の所在地でもあり、企業名の一部伴っているノルウェー南部の小都市であるコングスベルグにおいて、新たな工場の創業を始めたことを公表した。コングスベルグディフェンス&エアロスペース AS 社の自社のホームページ上の記述によれば、この新工場は、自社の本社に、ほど近いアルセナレット工業団地の中に設けられたもので、ミサイルの製造を担うものと説明されている。このコングスベルグディフェンス&エアロスペース AS 社の新たなミサイル工場は、2024年6月20日に創業を開始し、自国のミルセット貿易産業大臣及びアーネルド国務長官、そして同社のミサイルの採用国の代表者らを招いた式典が行われたとされている。稼働を開始した。この新たなミサイル工場では、コングスベルグディフェンス&エアロスペース AS 社の製造するミサイルである、対艦巡航ミサイルの NSM と、いわゆる第5世代戦闘機である、F-35 ライトニング2への搭載用の JSM を生産する。対艦巡航ミサイルの NSM は、1988年頃より開発が始められたもので、大きく分けて、2種類の運用形態があり、一つは、艦艇に搭載して運用する艦対艦巡航ミサイル。もう一つは、陸上の車両に搭載して運用される地対艦巡航ミサイルとなっている。このうち、艦艇に搭載して運用する艦対艦巡航ミサイルについては、自国ノルウェー海軍のシェル級ミサイル艇、及びフリチョフ南線級フリゲートに採用され、今後は、アメリカ海軍のコンステレーション級ミサイルフリゲートや、ドイツ海軍のニーダーザクセン級フリゲート等への搭載も予定されている。そして、NSM の陸上の車両に搭載する形式のものは、ポーランドの沿岸ミサイル師団やアメリカ海兵隊に採用されており、同ミサイルは、本体の直径が 0.60 メートル、全長が 3.96 メートル、全幅が 0.69 メートル、重量が 407kg で、弾頭は HE で 125kg、最大射程距離はおよそ 280km とされている。また、この NSN は、推進には固体燃料ロケットを使用するブースター形式となっており、ミサイルの誘導には、衛星による GPS、INS、管制工法と、さらに、TCOM、地形照合にも多用、加えて、IIR、赤外線画像も可能となっている。こうした特徴を備える、追艦巡航ミサイルの NSM を、
F35 ライトニング2に搭載できるようカスタマイズされたものが JSM であり、2024年の現時点では、同機のステルス性を損なわぬ要素の胴体内のウェポンベイに、収容が可能な唯一の空対艦巡航ミサイルとなっている。JSM は、正式な名称である、ジョイント・ストライキ・ミサイル、ジョイント・ストライク・ミサイルの頭文字から取られたものであり、空対艦攻撃を主としつつ、空対地攻撃にも、使用可能な巡航ミサイルで、2007年頃より開発が開始された。開発のベースとなった NSM、そして JSM ともに、敵の防空網による探知と迎撃を防止するため、ミサイル本体にステルス性が施されており、従来の巡航ミサイルよりも撃墜される可能性を低減させていると召されている。今後開発される各種のミサイル類は、こうした NSM や JSM の流れを組んで、同様にステルス性を向上させたものが主流となると思われてはいるが、今、まさに、継続中のロシア・ウクライナ戦争の戦訓から、対地攻撃には、別の手段も併用されるのではないだろうか。それは、ミサイル本体に、高度なステルス性能を施して、敵の防空網を突破するという、NSM や JSM などの価格的に、高額な巡航ミサイルだけでなく、単価が安価で大量に投入することで、飽和攻撃を狙う。自爆用の無人航空機などで、これらとの複合した運用が起とされる可能性が高いと思われる。何しろ安価な自爆用の無人航空機による攻撃は、これらを迎撃するためにも、高価な対空ミサイルを消費させることにつながり、費用対効果という観点から、防御側の費用的な負担を著しく押し上げることが明白になってきている。こうした自爆用の無人航空機は、ステルス性能も低く、飛翔速度も、極めて低速であるにもかかわらず、一定以上の数を、同時に攻撃に使用することで、防御側の負荷を高めることに成功しており、非常に厄介な存在と化している。さて、話を JSM に戻せば、同ミサイルは、ベースとなった NSM から、下記のような点に変更が加えられたもので、まずは、F-35 ライトニング2の A 型、および、C 型の胴体内のウェポンベイに収納が可能となるように、本体をスリム化、翼の形状が変更されている。続いて、機関部をターボファン形式とし、エアインテークの形状にも変更が加えられ、対艦ミサイルとして、水上の目標を攻撃する能力に加えて、地上の目標をも、攻撃可能な対地ミサイルとしての運用能力も付与された。そして、JSM は、ミサイル本体を NSM に比べ若干小型化させたものの、その最大射程は、後者のおよそ 280km よりも延伸することが期とされており、これまで以上に攻撃可能な半径を広げることが期待されている。こうした特徴を備えた JSM は、F-35 ライトニング2の A 型及び C 型の胴体内のウェポンベイに2発を収納可能とする仕様となってはいるが、これが可能となるのは、同機のブロック4以後からとなる見込みである。ただし、残念ながら、F-35 ライトニング2のブロック4の量産は、現時点では、早く、とも2029年以降になると考えられており、せっかくのコングスベルグディフェンス&エアロスペース AS 社製の JSM も、直近での戦力化は困難となっている。日本でも、航空自衛隊が調達中の F-35 ライトニング 2A 型の兵装として、JSM の採用を決定しており、すでに2018年度分の防衛予算の中に、その取得に向けた関連費等が盛り込まれているが、同機のブロック4へのアップデート待ちという状況だ。前述してきたように、JMS は対艦攻撃用途に止まらず、対地攻撃能力も有する巡航ミサイルであることから、日本では同ミサイルを敵基地攻撃能力を意図したものと批判する声も上がっているのが実情である。しかし、これも、前述したように JSM が、いかにステルス性を有した巡航ミサイルであるとはいえど、その射程距離は 280km に、プラスアルファという、決して長距離攻撃が可能な兵器とは思えず、他の手段との併用は必須だろう。飛翔速度は、亜音速とはいえ、アメリカ製のトマホーク巡航ミサイルや、
人に意識地対艦誘導弾の能力向上型等は、優に 1000km を超える射程距離を誇るため、敵基地攻撃能力としては、これらが主力となることは間違いないと思われる。